今日はいつもですと7月に、ユニバーサル推進大会を県として開催させていただき、その中で、社会づくり賞、それから動画コンテスト入賞者への表彰、そして、もう一つみんなの声かけ運動の表彰をさせていただいてたんですが、今回は推進大会そのものは、今年度は休止いたしまして、3つの賞の表彰式を執り行わせていただくことにいたしました。特に動画コンクールの入賞作品についてはもうすでに県立病院ですとか三宮の大スクリーンですとか活用させていただいて、おります。そのような意味で、随分、激励をいただいていることになっています。ありがとうございます。ユニバーサル社会づくりの担い手をしっかり、確保していく、これが重要な課題にであります。そのような意味で、今日お集まりの皆様方もユニバーサル社会づくりの担い手のお一人お一人として、これからの社会づくり、ユニバーサル社会づくりにご協力をいただきますれば幸いでございます。いつものように最近こういう式典になりましたが、ようやく歌を作って披露できるようになりました。今回も作ってまいりました。コロナには負けるものかと私たち、ユニバーサル目指し皆で歩む。コロナには負けるものかと私たち、ユニバーサル目指し皆で歩む。歌というよりスローガンですけどご了承ください。この気持ちで立ち向かってまいりましょう。どうぞよろしくお願い申し上げまして、ご挨拶にさせていただきます。ありがとうございました。続きましてご来賓をご紹介いたします。兵庫県議会議長原哲明様でございます。どうもおめでとうございます。それでは兵庫ユニバーサル社会づくり賞贈呈式に移ります。この賞は兵庫県内においてユニバーサル社会を目指した先導的な活動をされている個人、団体、企業を称えるものです。平成18年度に創設され、本年で15年目となりました。兵庫県知事賞、兵庫県議会議長賞、ユニバーサル社会づくり兵庫推進会議会長賞の3つの賞を贈呈いたします。それでは初めに兵庫県知事賞の贈呈を行います。私、先導的な実践活動に率先して取り組まれました。兵庫ユニバーサル社会づくり賞団体部門知事賞、兵庫県立宝塚北高等学校演劇科様、非団体はユニバーサル社会を目指し先導的な実践活動に率先して取り組まれましたので、これを示します。では2年2月2日。続きまして兵庫県議会議長賞の贈呈を行います。兵庫ユニバーサル社会づくり賞個人部門議長賞、田中貴文様、あなたはユニバーサル社会を目指し先導的な実践活動に率先して取り組まれましたので、これを称します。令和2年10月兵庫県議会議長原哲明、どうも。続きましてユニバーサル社会づくり兵庫推進会議会長賞の贈呈を行います。同会議の会長は兵庫県知事が務めております。兵庫ユニバーサル社会づくり賞個人部門会長賞、私は秋様、あなたはユニバーサル社会を目指し先導的な実践活動に率先して取り組まれましたので、これを称します。令和2年10月2日ユニバーサル社会づくり兵庫推進会議会長、どうも。ありがとうございます。兵庫ユニバーサル社会づくり動画コンテストを昨年度実施しましたところ、ユニバーサル社会について考えるきっかけになるような力作が192点寄せられました。その中から最
最優秀賞、優秀賞、入賞、審査員奨励賞に輝いた皆様を表彰いたします。賞、最優秀賞、特定非営利活動法人NAVE T-SIP 障害があるから楽しみたいプロジェクト様、非団体は兵庫ユニバーサル社会動画コンテストにおいて優れた成績を収められましたので、これを称します。令和2年10月2日本県市、ありがとうございます。大変素晴らしい作品を投稿いただきました。これからもご活躍をお願いします。続きまして、みんなの声かけ運動応援協定の締結式に移ります。県では街中で困っている人がいれば声をかけて助け合うみんなの声かけ運動を県民運動として推進しています。今年度はコロナ禍にあってもユニバーサル理念を継続して普及することができますよう、新聞、テレビ、ラジオなどメディアを中心とした企業様と協定を締結いたします。みんなの声かけ運動応援協定、誰もが安心して暮らし元気に活動できるユニバーサル社会の実現には、支え合いながら共に生きるという考え方を共有し、一人一人が実践していくことが何よりも大切です。ここにみんなが声をかけて助け合い支え合う、みんなの声かけ運動をさらに大きく広げていくため共に取り組んでいくことを協定します。令和2年10月2日、株式会社日本テレビ4代表取締役社長沼田信彦様、兵庫県、どうぞよろしくお願いいたします。